はい。今回ですね。情けない外車乗り、BMW 乗りの実態を、令和武ちゃんが撮影してくださいました。いや、こういう例って結構ね、あるんですけども、BMW とかね、ベンツに乗った人が、なんか自分が偉くなったようなね、錯覚に陥るんでしょうね。いや、でもそれは全然なお方違いで、例えば今回の例ですけども、その、専用の新商社スペースっていうのがね、あのー、駐車場にあるんですよ。これは体の不自由な人に配慮して、ここは体の不自由な人を専用ですよ、ということですね。 福祉のために使われてるところなんですよでもそこではですね、まあ金持ちでね、羽振りのいい人がね、BMW 赤いピカピカのやつを奥さんと子供を乗せて我が物で突っ込んできてね、優先的に悠々と入るわけですよ。なんか勘違いしたんじゃないですかね。自分が偉い人間だったら、やっぱりね、えー、人に配慮できる心を持つべきなんですよ。それが本当の偉い人なんですけども、ちょっと勘違いした人が今回は、 そういった、あ傍若無人にも、新したスペース、こうね、止めてですね、しかもそれを注意した人に、まあ、逆切れして、お前は俺は悪くねえんだ、みたいなこと言うと。もう、BMW 乗ってる人はみんなね手放した方がいいですよ。こういう人間ばかりが BMW 乗ってると思われますんで。え、つまり、車のイメージが落ちちゃうんですよ。うん、私もね、あの、 アメ車乗ってますけどもアメ車乗りはね乱暴者だとかねいい加減だとか思われたくないんできちんと丁寧にやってますよそれこそ誰よりもね車間距離をとって誰よりも丁寧に運転してますそうでないとその大好きな車のブランドイメージもけざすし他のトランザモ乗りね私の場合はトランザモなんですけどもトランザモ乗りもイメージみんなして悪くなっちゃうんですよ特に目立つ車なわけですからあさすがだなと高級車に乗ってる人とか あーオールドカーに乗ってる人はもう近くが違うなとすごいなお見本になるなっていうふうに思わせなければなかなかね許されて車を乗らせていただくってわけにいかないのかな少なくとも人を押しのけてオラオラみたいなね暴走族みたいな乗り方するのとは違うわけですからで今回の件は奥さんもねそれに加担して、えー、正しいことを言っただけじゃんとかに突っかかってくるとかで警察呼ぶぞとか言いましたけど警察呼んで困るのはあなたでしょうと <laughs> 違法駐車してるわけですから駐車禁止ですからね はっきり言って、路上駐車と同じレベル。駐車禁止をしてるわけですよ。駐車禁止ですよって言って怒るというね。<laughs> うん。それから子供も見てるわけですよ。いや、そういう風なね、お父さんお母さんに育てられた子供、どんな風に歪んでいくんでしょうかね。かわいそうですよね。うん、小銭を持つとね、人は変わってしまうんですよ。小銭を持ったくらいで。まあ、あのー、BMW に乗ってる人はね、偉い迷惑だと思います。あのー、この赤い BMW に乗ったポンコツみたいな人が、ちょっといるだけなんですね。 ほとんどの BMW のりは素敵な車に乗ったからトラブルを起こさないように丁寧に順番を守ってみんなのために運転しようかなって気持ちに溢れてると思いますのでね、えー、私も1人のアメ車乗りとしてその辺はわきまえていきたいと思いますし、まあ、セルシオ乗りでもありますんでねセルシオもねあの昔の <laughs> DQN イメージじゃなくってちゃんと丁寧に乗ってますよと車はいかついけれども でも中の人はとっても紳士だよっていうふうに思われるように丁寧にやっていきたいと思いますそれでは今回のトラブルの動画概要欄に貼り付けておきますのでよろしかったらご覧くださいよろしくお願いします